受配信から移動、めっちゃ鼻ムズムズする。花粉症かかな。こんばんは。そう、お誕生日仕様になってまし、えでもさ、え、だけどお誕生日付きやからってこと？でも16日やからさ、どういう仕組み買いますか？え、なんかさ減ったな。それ以外にあるよな。なんかスタンドみたいな、なんかあどっかに手でも。こんばんは。なんでこれあるのやろね。小さな幸せエピソードが可愛すぎて、そう、七穂さんと仲良くなれたエピソード。見たね、お尻で寄っていきます。あ、前後3日なんや。 3日か。3日、え、もうそんな感じ。そっか、今日13日か。え、そう、生誕って出たんですけど、セタンティ見ましたか？セタンティが出たんです。明日からちょっと後でツイートしますね。あれさ、え、な、あの URL って、あの URL ってどこにあるんやろ。ちょっと待ってくださいね。これどうやってさ、どうやってクラクションやろ。あ、出てる。切った。お、ついた。え、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、変なことしちゃった。 OK、 ただいま。よし、お誕生日週やからか。やったやった。生誕祭はまだ発表されてないんですよ。そう、お尻アタック、お尻アタックです。こんにちは。そう、え、うん、あれどうやってさ、どこに URL があるんか分からへん。え、なんの生誕ティのさURL ってどこにある。え、なんかアンジファンの方が載せてくれた。あー、そうなんや。コピーした。コピペやな。そう、おやすみ。帰るの。髪の毛切りに。あんちゃん髪の毛切りに行くって。気つけて頑張って、夜もバイ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 。遊びに行こう。行こうな。行こうな。バイ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 。明日頑張って。バイバイ。グーバイバイ。おやすみ。おやすみ。おはよう。いや、生誕。見た？生誕ティー。見た？さっきもこれ話したか。そう、白と黒か迷ってんけど、赤入れたくて白と赤にしちゃった。あ、オフィシャルショップのブログなんか。さっきさ、ブログ見たら NMB のブログに載ってなくて、ショップのブログにか。 OKOKOK。 じゃあそれを。そうなんです。そう、なんだっけ、 Will be はほぼ Will be アイドル公演要素やねんけど。そう、オールマイティになると。 Choose me はあの曲をいっぱい、なんてやろう、皆さんにあの曲のマイティが好きって いっぱい多分ウィルビーアイドル公演の中で一番あの曲を褒めてもらえたからもあるし、私を選んでっていう意味やから書いた。書いちゃった。
そうなんです。こんにちは。ちょっと今日もねランキング書けないんですけれども、ご了承くださいましまし。そう、みおんさんと生年月日が一緒なんです。じゃあショップのブログをのやつをコピーしたらいいんか。お誕生日おめでとう。3日後やけど3日後やけど、最初な、紺と赤とめっちゃ迷ってん。紺ベースの赤文字もう可愛いなと思ってんけど、白にしちゃったでもなんかさ、頑張ったらさ、普段着れそうじゃない？ちょっと頑張ったら。後ろがさ、やっぱ平山舞とかさ、ハッピーバースデーって書いてるからあれやけどさ、頑張ったら普段着れると思う。からみんなで着よう。フーアのと似てる？フーアどんなんやっけ？フーア、あれちゃん、あの、やっぱりフーアが一番だねって。前髪、前ちょっと切ったかもな、揃えるぐらい。いっぱい推しメンと卒業前の曲しな、ナナホさん。そう、さっきナナホさんのこと盗撮した。でもバレたから盗撮じゃないなんかさ、ここさ、いっぱい人が通るからさ、もうマスクつけとこう作戦誕生日後の初公演がむちゃくせっていや、ほんまに大阪魂じゃなくてね、19日のむちゃくせ公演なんです。部屋着にして全然。え、分からん、セーターって言ってそんな売り切れるもんなんかな、分からへん。どうなんやろ、どういう感じなんやろ。月曜日に買いに行った。え、分からへん、売り切れるんかな、そんな。どうなんやろ。セーターンティヤママイちゃんマイティ可愛すぎて NMB 好きになったよ。やった、ありがとうございます。生誕祭めっちゃ色変わる。これいつでしょうか。でかいサイズは流行り系がち。そう、自分用に一回 XXL を開けたんやけど、めちゃめちゃでかくて結構だいぶでかかった。じゃあ L とか XL があれなんかな。男性はサイズ何買うんやろ。 XL とか XL できれるかな。今日のメイクはね、いつも通り特になんか普通に、何やろ、最近ね、あの B アイドルの新作のアイシャドウ、ちょっと赤っぽいやつを塗るようになりました。生誕ってあんま椅子少ないから、そうなのか、少ないか。売り切れやわいちゃんになっちゃう。かりんちゃん、くまありがとう。夜公演気をつけてきてね。くま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 。ネット販売が生誕に間に合えば、あ、確かに、そっか、ネットで買うと生誕祭に間に合うかがっていう問題なんか。生誕いつか気にしてる人がいまして、もうでも発表されるんじゃないかな。明日レオパージ、あ、そっか、明日レオパージの昼夜公演買ってください。お揃いしよう。
おそろいおそろい。明日から販売らしいよ。ちょっとツイートしますね。目キラキラにした。わあ。セイタンティは生誕祭 T シャツです。略してセイタンティ、カタカナにしてる。セイタン、あの生まれるに誕生のタンに T シャツの T です。こんにちは。こんにちは。あ、生誕記念 T シャツか。うーん、眠たくなってきた。昼声終わりめっちゃ眠たくなる人なんです。ワイもさ、ワイもどっかの昼夜公演の昼終わりめっちゃ眠たくしてなかったっけ。前めっちゃ眠たかった。でもやっぱ皆さんは生誕祭は土日の方がいい。まあ、あ、これ昨日も話したか。同じことばっか話しちゃう。そう、弁当は書類もあったら食べます。マスカラはエレガンスってとこのマスカラ下地にエチュードハウスのマスカラです。ビョーンってなる。こんにちは。デザイン考えるの結構、確かにちょっとかかったかも。なんか文字を何、文字っていうか文を何にするかまず全然決まらへんかった。目回った。平日なら休み取らな。そうですよね、難しい。あ、ほんでなんか祝日作ろうみたいな日の言ってたんや。そうや、そう、なんかスマホスタンドもあるんですけどね、揺れちゃうから手で持ってる。でも結局手も揺れるね。どっちも揺れちゃう。弁当食べながらやってね、やっぱコメントが読めなかった昨日。夜公演舞ちゃんうちゃん持っていきます。やった、気をつけてきてください。最近マイティ不足やね。なんかほんまにあの握手会したい、してみたい。ほんまにほんまに会いたい。はあ、ため息出ちゃったよ。会いたいね。鴨倉食べてきた、いいなあ。前も食べたい、鴨倉食べたい。鎌倉は唐揚げも美味しいんですよ皆さん。衣がサックサク、いや、うん、サクサクカリカリ、うん、美味しい。会いたいです。毎日早く会いたい、話したいね。会いたい。いつもと携帯の向き反対。うん、一緒。ミユの角度これ。まあさ、コメント読もうとしたらさ近くなっちゃうね。そろそろ仕事に戻らないとあかん。サボってんの。頑張れ仕事、頑張ろう一緒に。鎌倉と、いや
あ、たまに煮卵つけます。たまに。こんにちは。チキン南蛮食べたよ。いいな。握手会のレーンの列を見てもらいたいね。あー早く。その シャメ会もしたい。シャメ会とかもしたい。じゃあコメントじゃない。じゃあ、あ、頭回ってない。じゃあランキング読みます。じゃあ13位おぎおぎさん、ありがとうございます。そして12位ちほちゃん、ありがとうございます。そして11位シロちゃん、ありがとうございます。そして10位雄大さん、雄大くん、ありがとうございます。ピロピロ。そして9位2番目のともさん、ありがとうございます。ピロピロ。8位杉蔵さん、ありがとうございます。木の駅来てくれてたの、ありがとうございました。そして7位高政さん、ありがとうございます。とか手振ったら揺れちゃうからピロピロになっちゃう。カレンさんのピロピロになっちゃう。そして6位富士さん、ありがとうございます。そして5位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして4位加藤さん、ありがとうございます。そして第3位ひろかちゃん、ありがとう。3位ありがとう。そして2位ちよちゃん、ありがとうございます。ありがちょう。2位なんかこんなピース流行りませんでした、高校時代。前もたまにやってた。そして1位かりんちゃん、ありがとうございます。楽しみにしててね、公演。ありがとう。また後で。皆さんありがとうございました。そうなんです。ちょっとまたメイク直しにも行かないといけないので、あんまメイク崩れてない今日。ギャルやばまいちゃん。あ、そう、あげってやつ。よくよ頑張ってありがとうございます。夢中人ポーズも皆さん、あ、後で夢中人ポーズで撮ります。今日誕生日です、おめでとう。ハッピーバースデー。ほな皆さん、やる声も DMM 見てくださいね。